ずはゲストにお越しいただきましょう。 NHK 神戸からこの方です。どうも、 NHK 神戸の広坂康信アナウンサーです。よろしくお願いをいたします。昨日今日とコラボレーションというところで、はい、広坂さんはもうベテランで様々な仕事をされてきたと想像しますが、民間放送、民放でのこのスタジオ出演は初めてですか？初めてですね、はい、アナウンサー36年目になりますけれども、もう本当に全く初めて。そうですか。どうしようと思ってます特にそれがまたサンテレビでね。ね、本当にありがたいお話です。そうですか、はい、どうでしょう、サンテレビの空気感というのはここまでどう感じてますか？もう入ってきた時に、はい、社屋がまず新しくて、あ、かっこいいなと思って、2年前スタジオに入ったら、はいはい、友人カメラ、カメラマンさんのついたカメラが3台もあって、はい、お、大掛かりだなと思ってちょっとびっくりしてます。そうですか、はい、今日は特にですね、広坂さんをお迎えしますから人が多い、そういうとこもあります。そうですかいやいや、そんなことじゃありません。いやいや、サンテレビというと何か印象ってお持ちですか？私スポーツアナウンサーだったもんですから、はい、もう取材のお供にボックス席を散々拝見させていただきました。お供にしていただきました、ありがとうございます。いや、本当に自分が球場行きたいけどなかなか行けない、うちで見なきゃっていう時にはもう、はい、うちでボックス席見ながらスコアつけて、はい、あ、で解説者の方のお話聞いて、あ、じゃあこれ次の放送の時ちょっと使ってみようかななんて思いながら。嬉しいな、スコアブックをかける放送がボックス席の信念ですから、はい、そう言ってもらえると非常にありがたいんですね。さあ今日はこのメンバーでお送りしてまいります。で、昨日と今日は、中継で兵庫の美味しいものをお送りしているんです。昨日は姫路レンコンでしたが、さあ今日は広坂さん、 NHK 神戸おすすめの旬のものだそうですね。はい、日本海のカニですね。日本海のカニの、ね、これからシーズンじゃないですか、はい、ね、美味しい食べ方、はい、ね、それからカニにまつわるクイズあれこれ、ね、お伝えしてまいりたいと思います、はいはい、では2人を呼んでみましょう。はい、えのきアナウンサー、三住キャスター、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。皆さんはじめまして、 NHK 神戸の三住智子です。よろしくお願いします。お願いします。今日はコラボ中継2日目ということで、お伝えする旬の味覚、はい、もうスタジオでも言っていましたけれども、ズワイガニのオス、松葉ガニということで、皆さんお越しください。お願いします。さあ、お越しいただきましたのは浜坂観光協会の谷田さんと、霞漁港の PR を任された上町役場の天田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。週末のカニ祭りの模様の PR もしていただきたいんですけれども、まずは浜坂漁港さんからお願いします。はい、明日第36回浜坂港カニ祭りが開催されますが、明日悪天候のため縮小開催になります、足元が悪い中、皆さんたくさん多く、お越しくださいますようよろしくお願いいたします。縮小でも、ね、開催されるという嬉しい情報です、はい、続いて霞漁港さん、お願いします。はい、11月19日日曜日、第39回霞松葉ガニ祭りが、開催されます。ぜひ皆さんお越しください。ということでね、明日明後日まず盛り上がるカニ祭りの、ね、PR もありましたが、お二人にはまた引き続きカニの魅力を教えていただきたいと思います。さて、みすみさんは、はい、こっちこっち、あ、タイタさん、こっちです、こっちです。皆さんに見ていただきたいものがこの中にあるんですよ。こちら水槽がたくさんありますね。どうぞ、生きた松葉ガニです。すごい、谷田さん、これ早速カニ、平干しでございます。平干しですよ、これが花カニ、ね、立派ですよね。さあ、突然ですが、ここでカニにまつわるクイズをお届けします。ですね、はい、浜坂漁港では今年の初競りで最高額、これまでの最高額が出たんですね。それはいくらだったでしょうか？1番100万円、2番500万円、3番1000万円です。さあ、スタジオの井川さん、はい、いくらだと思いますか？そうですね、これニュースで知ってるんですけど、はい、3番の1000万円だと思います。え、井川さん、そんなニュース見るんですか？たまたま、たまたま。さあ、答えはこちら。お、正解、1000万円でした。素晴らしい。これまでが最高
が300万円だったということで、はい、3倍になったんですよね。そうでございます。一気にね、はい、分かりましたけれども、この理由は何だそう、はい、こちら浜坂では浜坂ブランドとして品質を厳格に区別されるキラ星をシルバータグをつけて、こちらの方に競りにかけさせていただいております。厳格にもう審査させていただいてやってるカニでございますので、まさにこういった素晴らしいカニが取れるという、ね、はい、そうでございます。嬉しい話題もお届けしました、はいはい。さてまた、三隅さん、こちらに今度また移動ですよ。はい、行きましょうか、はい、皆さん続いてはこちらですよ。移動してまいります。さあ次はですね、はい、霞漁港のお祭りを先取りということで、こちらで開催するのは題してセコガニきれいに食べよう大会です。大会です。皆さん座ってくださいね、はい、この競技は5分でいかにきれいに食べられるかを競う大会ということなんですね。はい、で今日のエントリー選手ご紹介しましょう、はい、まずは上町役場の松井さん、はい、続いてサンテレビ代表えのき頑張ります。えのきアナウンサー温まってますね。そして谷田さんにも参加していただきます。よろしくお願いします。で天野さん、これねカニ祭りで一番盛り上がるイベントということで、はい、セコガニの魅力ってどんなところですか？そうですね、あのセコガニは松葉ガニのメスでして、うん、外子と内子が非常に美味しいんです。おー、なるほど。その美味しさをね味わいながら、でもいかに綺麗に食べられるかですから、綺麗、はい、制限時間は5分と言いたいんですが、はい、中継時間の許す限りやっていただきましょう、はい、よーいスタート。スタートなんか全く分かんないんですけど、こうちょっと見ながら、えのきさんあんまり自信なさそうです。いや全く自信はないけど、もう身を見まねでいきますね。さあさあ頑張ってください。怖い。皆さんが取り掛かっているところで、思い切りか、そうか、そういうことね。ここでクイズを出したいと思います。差がついてますよ。さあ続いてこちら霞漁港で取れるカニ3種類ありまして、こちらに持ってきていただいたんですけれども、セコガニ、霞ガニ、そして松葉ガニということなんですね。で松葉ガニとそして霞ガニは大きさ形はちょっと似ていると思うんですが、違いがあるんですよ。それは何でしょうということなんです。1、重さ、2、取り方、3、足の形。さあどうでしょう、橋本アナウンサー、広坂さん、答え分かりますか？見た目に変わりはないように見えますよね、となれば広坂さんどうですか？広坂さん、重さですか、はい、正解は、あ、正解はこちら、違う、取り方、取り方でした。はあ、違うんですよね。そうですね、はい、あの霞ガニは、水深、まあ、あの500メートルから2500メートルぐらいの深いところに生息してまして、カゴに餌を入れまして、カゴで、捕獲します。で松葉ガニは、水深は大体200メートルから600メートルぐらいに生息してまして、底引き網で、まあ、すくうような形で水揚げします。はい、そうした違いがあるということなんです。さあ時間もなかなか少なくなってきましたので、ここでフレッシュなゲストが来ていただいています。はい、皆さんが向いている間にあちらご覧ください。浜坂高校ダンス部の皆さんです。明日実は浜坂カニ祭りで披露する予定だったんですが、イベントが中止になってしまったということで、この中継で披露していただきました。かっこいいですね。ありがとうございます。素敵です。皆さんこちらにどうぞお越しください。いやーありがとうございました。素敵なダンス披露していただいている間に、さあどのくらい進んだでしょうか。すごい絵ですね。必死にカニを抜く大人3人とダンス部の高校生と、面白い。ね、残念ながら時間が来てしまいましたので、ダンス部の皆さんに誰が一番綺麗に食べているか、ダンス部が指さしてもらいましょう。どうぞ。綺麗に食べる、
谷田さんの優勝です。ありがとうございます。絶対そうですよね。谷田さん実はカニソムリエの資格をお持ちなんですよ、はい、あ、そうなんですね。なの身の向き方綺麗に食べられるわけだ。すごい美しいです。そうですよ、谷田さんの優勝でした、はい、素晴らしい。ありがとうございました。ではここまで今日は浜坂漁港からカニの魅力皆さんとたっぷりお伝えしました。明日明後日ぜひ浜坂とそして霞にぜひ皆さんお越しください。ありがとうございました。はい、サンテレビ榎木アナウンサーと NHK 神戸三住キャスターに伝えてもらいました。まず広坂さん、はい、どうですか中継見てっていうところで言うと。いや、はい、撮り方で名前が違うっていうのが、うんね、新鮮で、いやひょっとしたら私ニュースで読んだのかもしれないんですが、きっと全然頭に入ってないですね。ダメですね。広坂さんでもそういうことがある。ちょっと心強くなりました。なんかこう嬉しくなりました今の。でも一方井川さんクイズにバシッとニュース見てるから答えられるってすごいです。そうですね、たまたま見てましたね。まあ、一戦まあちょっとインパクトがあったんで覚えてましたね。そうなんです、はい、井川さんならポイッと変えたりしませんか。ダメですか。カニ一匹ですよね。はい、カニ一匹です。厳しいと思います。ご祝儀相場というところですけどもね。いやいや、昨日と今日とこの NHK キャスターとサンテレビアナウンサーと広坂さん、こう見ててもこう新鮮ですよ ね、 なんかね。そうですね、うん、本当になかなか見ない組み合わせ。そう、ね、多分漁港でも霞と浜坂ってなかなかない組み合わせなんだと思いますけど ね、 ね、はい、局のコラボレーションで港のコラボレーションどっちもあるっていうんでね、はい、多分中継先も NHK の方がこうしっかりとこうリハーサルをしながらっていう風に聞いてます。我々リハーサルほとんどせずにはいドンって生中継やっちゃうんで、このあたりも昨日と今日文化の違いあるかなと思ってますね。よしあしですね。よしあし、ね、本当そうです ね、 ね、あんまりやりすぎちゃっても面白くないですよね。でもしっかりやった方がね、あのミスも少ないと思うんですよね。どうでしょう、ね、昨日今日で我々も学び合いながらですね、より良い中継にというふうに思っておりますけども、今日この後午後6時半からの NHK 神戸のリブラブ兵庫でも榎木アナウンサーと三住キャスターが松曲がりの魅力を PR してくれます。見どころどうでしょう広坂さん。ね、今あの剥き方、綺麗な剥き方をご紹介したんですけれど、はい、美味しい食べ方ね、食べ方やっぱり食べて、そう、ね、味わって、はい、というところですから、クイズもまた交えながらお伝えしてまいりたいと思いますので、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、この後午後6時30分から NHK 神戸リブラブ兵庫もご覧いただきたいと思います。さあこれで昨日と今日でいうとキャッチプラスでのコラボ中継は終了ということになりましたが、広坂さんこれからまた NHK 神戸とサンテレビで兵庫県盛り上げていきたいですよ ね、 ねえ、どんな展開にしていきましょう。やっぱりジャブリかな、日頃からね、はい、お互い何やってるんだろうって気になってるじゃないですか。そうですね、ね、でも気になってるからこそ、うん、あ、サンテレビさんこういうことやるんだったら我々こういうのやってみようとかね、はい、あ、サンテレビさん同じネタだけどあのこういう風に来るんだったら我々もう少しちょっと別の角度から攻めてみようとか、そういうことで、うん、あのいろいろなネタを取り上げていって、で一緒に盛り上げていければいいなと思いますよ ね、 すね、本当に発見があって勉強になりますから、お互いにまた兵庫県をぜひとも引き続きよろしくお願いいたします。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。お願いいたします、ここまでサンテレビと NHK 神戸のコラボ企画をお伝えしました。広坂さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。